ただいまー。ワンワーん、あれ、なんだか足がかゆいな。なにこれ。お姉ちゃんどうしたの。これは水虫だにゃ。え、水虫。うん、水虫といえばこの間お父さんもかかっていたわ。ねえねえ猫一さん、水虫って治らないの。よく水虫は治らないと思われがちにゃんだけど、ちゃんと忍耐強く治療すれば治るにゃ。あれれ、でも二人の足をよく見るとお父さんとお姉ちゃんの症状が違う。犬くん、よく気がついたのにゃ。水虫といっても実は症状にはいくつかあるのにゃ。足の水虫は主に3種類。足の指の間が白くふやけてブヨブヨしたり皮がむけるのは歯冠型と呼ばれるにゃ。足の裏の土踏まずや縁あたりに小さな水泡が多発してそれが破れて皮がむけたりするのが小水泡型と呼ばれているにゃ。実は注意したいのが角質増殖型。この角質増殖型は足の裏やかかとの角質が乾燥して厚く硬くなりひび割れてくるから単なる乾燥と間違いやすいかもしれないにゃ。このように水虫と一言で言っても症状は様々。でも共通点はどれも白癬菌という菌が皮膚に感染して増殖することで水虫になってしまうのにゃ。この白癬菌と呼ばれる水虫菌を足の皮膚から排除することが水虫を感知させるポイントにゃ。足の水虫の治療は皮膚に入り込んだ水虫菌を殺菌するために殺菌菌薬と呼ばれる薬を使うといいにゃ。成分や特徴の違いもあるけどいろいろな剤型が売っているので使いやすさや好みだけでなく患部の状態によって剤型を使い分けることも大切にゃ。こちらの表も目安に選んでみるのも良いにゃ。さて、水虫治療薬の使い方は塗るタイミングと塗り方、そして塗る期間がとっても大事にゃ。まず薬を塗るのはお風呂に入って患部を清潔にしてからがいいにゃ。できればシャワーだけで済まさずお風呂に入り皮膚の表面の角質層が柔らかくなっているところで薬を使うにゃ。続いては塗り方にゃんだけど、ここで犬くんにクイズ。う、水虫治療薬は患部のピンポイントに塗るのと広めに塗るのとどっちがおすすめかにゃ。うん、前に猫一さんからステロイド外用剤を習った時に患部以外は塗らないようにって教わったから正解はピンポイント。ブブー、残念。一見症状が見られない場所にも水虫菌が潜んでいる場合があるから広い範囲に塗ることが大事にゃ。目に見えない水虫菌を全部やっつけないといけないんだね。そして一番みんなに気をつけてもらいたいのが水虫治療薬を塗る期間にゃ。水虫治療薬を塗り始めるとかゆみがだんだんと収まってくるにゃ。ここで痒くなくなったからといって水虫治療薬を塗るのをやめてしまうと角質の奥深くに入り込んだ菌がまだ生きていて再び水虫になってしまう可能性が高くなるのにゃ。危ない危ない、痒みが収まったら薬をやめてしまいそうになるけど油断は禁物だね。そうにゃ。よく聞く水虫治療薬で水虫を治すことができるようになったけど使い方次第では治らないと思い込んでしまう場合もあるにゃ。ということで水虫を感知させるには皮膚の新陳代謝のサイクルを考慮して皮膚が入れ替わる目安となる1から2ヶ月というスパンで治療すると覚えておいてほしいにゃ。根気強く薬を塗って水虫菌を全滅させるわ。足の裏がガサガサしたりトラブルが発生した時、保湿や一般的なかゆみの薬を塗っても治らない場合に水虫を疑ってみるにゃ。また逆に水虫の薬を使っても治らない場合は別の皮膚の症状を疑うなど病院での治療と自分自身でのセルフケアを早め早めに見極めることも大事なのにゃ。お姉ちゃん、お風呂気持ちよさそうだな。あ、お姉ちゃんお風呂上がりにモコモコスリッパを履こうとしてる。犬くん、またまたクイズにゃ。水虫菌は湿度が低い状態と高い状態どっちが好きか知ってるかにゃ。前に猫一さんから風邪やインフルエンザのウイルスについて習った時に
ウイルスは湿度が高いのが嫌いって教わったから、正解は湿度が低い状態。ブブー、またまた残念。ウイルスは乾燥が好きだけど、水虫菌はカビの一種で高温多湿が大好きなのにゃ。水虫で悩んでいるときは蒸れやすい履物は油断大敵にゃ。ブーツなんかは特に注意にゃ。家族の中に水虫の人がいると水虫がうつってしまうんじゃないかって心配になるかもしれにゃいけど、ポイントを押さえて暮らせば大丈夫にゃ。1. お部屋の床掃除をしっかりする。2. スリッパや足拭きマットを家族で共用しない。3. 付着してもすぐ感染するわけじゃないので心配しすぎず、毎日お風呂で足の指まで洗って清潔に保つ。もしも自分の水虫に気がついたら、これらに加えて早めに水虫治療薬での根気強いケアで根治させること。かゆいところに手が届くためになる話だったね。僕ももっとお風呂を好きになろうっと。お姉ちゃん一緒に入ろう。犬くんはお姉ちゃんと遊びたいだけにゃ。水虫は治るまでに時間がかかるから、まず感染しないように予防することが大切にゃ。毎日のお風呂でしっかり予防に努めてほしいにゃ。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくにゃ。もっと詳しく知りたい人は概要欄のリンクをふみふみ。